皆さんこんにちは、加藤です。西脇淳三郎の生涯についてお話をしております。今日これが3回目ですね。西脇淳三郎と絵画という、お話を今日はしたいと思ってます。この西脇淳三郎がですね、小千谷というね、新潟県の中越と言われているところで生まれましたね。そして西脇はですね、中学生に、なるわけです。これは旧制中学ですね。旧制中学ですから、現在でいうですね、高校時代ですね。その、時のことをですね、後にですね、次のように回想しています。中学を出ると青年は食うために何か職業を選ばなければならない。この問題ほど私の一生涯で不愉快な憂鬱な気分を起こしたことがなかった、食うために職業を持たなければならないと考えた時、私は初めて人生を呪った、こういうふうに言ってますね。食うために職業に就かなきゃいかんというこのことに対してですね、人生を呪ったというね、これ親から言われていたわけですね。食うために何かね、職業に就けと、食うためね、今で言うね、ライスワークね、なんていうふうに言う場合もありますが、食べるライスですね、そのワーク、食べるための仕事ね、それに対してライフワークっていうのがねあって、それは自分のね、生涯やらなきゃいけない仕事、ライスワークとライフワークってのはね、今でこそそういうことを言う人もありますが、当時はだいたいこのね、西脇淳三郎という人は中学時代にね、得意なことは何かというとですね、英語、それから絵、この2つですね。英語と絵っていうね、この2つですね、これが西脇さんが中学時代ね、この得意だったことで、そういうことを生かしてね、自分は行きたいと思ったんだけども、しかしそれじゃいかんとね、親はね、そんなことで本当に食べられるのかということなんですね。で、淳三郎のニックネームはですね、英語屋というね、ことなんですね。これにニックネームですね。で、英語とこの絵というものをですね、それを組み合わせるとですね、これは絵のための留学というふうな、こう一つのね、なんていうかパターンが出てくるわけですけども、で、淳三郎も、そう思ったわけですね。明治、39年にですね、いわゆる、新潟県立のですね、小千谷中学にこのね、入学しますね。その時のそのね、いわゆるこうことがね、ここにあるわけですが、その英語が得意だった淳三郎はですね、この当時ナショナルリーダーズというね、ものがありまして、このナショナルリーダーズというのは当時教科書なんかにね、中学校の教科書なんかで使われていたものなんですが、ちょうど小千谷の中学校ではこれを使わなかったというんですけどね、淳三郎はですね、これをですね、持っていましてですね、そしてこれをこのね、しょっちゅう読むわけですね。で、実はですね、先ほどのところにもありますが、このね、昇仙寺というね、お寺の和尚さんが英語ができるっていうんで、そこに教わりに行ってね、このナショナルリーダーズをずっと読むわけですね。このナショナルリーダーズにはですね、この挿絵がね、描かれてまして、結構たくさんあるんですね。で、西脇はその挿絵を見るのが非常にこの好きだったっていうんですね。ちょっとこのね、エクゾチックな感じですよね、当時としてはね。で、ここですよね、リーダーはその英語の本は、
銅版画ばかりを覚えているっていうんですね。まあ、あの内容よりもね、絵の方がね、非常に覚えていてですね、まあそこからですね、絵に対するですね、関心がもっともっとこう広がっていくということなんですね。で、まあ、これはね、まあ、小千谷高等学校の校歌なんです、現在のね。まあ、これ旧制の小千谷中学校は現在の、現在でいう小千谷高校ですね、まあそこのこの校歌を後に西脇純三郎がね、作ってまして、信濃川静かに流れよ我が歌の作るまで、尽きせぬ思い若き日の銀河に映る功労は、見よ八海の春高し、うぐいすは鳴く氷の山、うつぎの花を夢と摘む、ああ学園の人々よ。まあこれ効果としてはなかなかね、いいですよ、このね詩の内容はね。まあこの信濃川っていう川についてはね、前のね、回でも少しお話ししたのでね、前の回をね、見ていただけたらと思いますが、まあ絵が非常に得意だったわけですね。そしてですね、まあ、画家を志しましてね、東京のですね、藤島武二という人をこの訪ねますね。で、この藤島武二という人はですね、これは当時日本を代表する画家の一人ですね。まあ、ちょうどその頃ですね、藤島はですね、フランスとかイタリアでですね、に留学しまして、そこから留学からちょうど帰ってきたばかりですね。ね、東京美術学校という、まあ、現在のそのね、東京芸大ですね、その前身ですけども、まあ、そこの先生にも、なりましてですね、そこでも教えるわけですけども、しかし、まあ、プライベートのですね、絵の塾をやっていまして、まあ、そこにですね、純三郎がですね、行くわけですね。そうして、まあ、絵の勉強をですね、するわけですけども、まあ、しかし、なかなかね、それがですね、まあ、仕事となりますとね、まあ、遊びで描いていた頃は良かったんですけどね、仕事となりますと、何かね、非常にね、またこれはね、趣味とは違う次元のものになるわけですよね。まあ、例えばヌードのこのモデルがいてですね、まあ、そこにこうみんながこう一生懸命こう描いていると、なんかサウナにいるみたいなね、感じがしたなんていうふうなことを言ってますけどもね。まあその頃のこの自伝という詩がありましてね、純三郎にはね、まあそこの中にね、その藤島武二とのこのことが書いてあるんですが、藤島先生の家で絵を学んだ、テレビンの世界に残るのはね、テレビンというのはテレビン油といって絵の具を溶くね、油ですね、世界に残るのは、マジェンダ色の菊とね、黄色い、裸のパリの女が後ろ向きに立っている先生の大切な油だ、ね、こういう詩がですねありまして、まあ自分の自伝を描いた詩の中にですね、まあ、実際ね、藤島武二との思い出がですね描かれているんですね。このマジェンタ色っていうのは、これはまあ、まあマジェンタっていうのはこの紫がかった色なんですけどね、赤紫っていうんですか、その色の菊とね、黄色い、裸のパリの女が後ろ向きに立っている先生の大切な、まあ、油だとありますが絵なんですよね。でこれがね何かということでですね、まあ研究者何かがですね、いろいろこう考えた結果ですね、まあその適当な絵がないんですね。で、これね、藤島武二のね、幸ある朝という、
これがねもうそれじゃないかというんですけどね、まあ裸ではありませんね、女性服をちゃんと着てますし後ろ向きに立っているわけではありませんが、まあ菊がね、まあ黄色ねと、まあちょっとマジェンダ色が見えんこともないですね。まあ黄色というのは、まあ、西脇が非常にこう好んだ色の一つですけどもね、まあマジェンダっていうのをね、西脇純三郎の記憶の中でこのね、黄色がこうね、マジェンダ色になったのかもしれませんが、こういうふうな、まあこれ藤島のね代表作ですね。でまあ藤島武二という人はまあ文学者とのコラボレーションではですね、与謝野晶子のね、乱れ髪ですね、これのですね想定をやったのがこの藤島ですね。まああそこではね、まあどちらかというとこのアール・ヌーボー調のですねこの絵をですね描いたわけですけどもね、そのまあ藤島にですね純三郎がですね絵を習ったというところはね何か面白いと思いますね。この詩の歴史の中でね一つね、でまあ西脇純三郎のこの絵ですがいくつか紹介してみたいと思いますけどね、これは新潟市の美術館でですね西脇純三郎展がこの行われた時のこのもの図録がありましてね、そこからまあちょっとね、いくつか紹介したいと思ってますが、これは1950年代のですね成城のあたりのですね絵だっていうんですね、東京のねまだこういう自然がですね残っていた頃のですねものですね。まあちょっと本当にね、このブルーがですね印象的な一枚ですね。それからまあこれはですね50年代ね、水星たちというものですが、まあ現在小千谷図書館にね所蔵されているものですけども、まあこういう水の精ですね、まあ、西脇さんはこの水の精についてはですねたびたび触れていますが、この女神というねものですね、西脇にとっての女神って非常にこの重要な、キーワードになるわけですが、まあこちらのね湖でこの水浴する女神たちをこう描いていますけどもね、まあこれは実はね西脇純三郎詩集っていうねこの岩波書店から出された岩波文庫の一冊ですが、この表紙にこれが使われているんですね。これはね、ですからまあ我々はこれをこう刺繍として手に取ってみるとまずこの絵が出てくる西脇さんのこの代表作なんですね。でこれはまあ北海道の旅ってことで、まあ、自画像でしょうかね、1960年代ですけどね、まあこれもやっぱり黄色が非常にね印象的な絵になっておりますね。でまあ、西脇さんの絵っていうのはじゃあどういうふうに評価していいのかっていうことですね。まあそれこの西脇さんと親しかったこの飯田義邦という人がですねその図録の中でですね書いてまして、西脇純三郎の絵についてね、次のように言ってますね。これちょっと面白い文章ですけどね、西脇さんは自然をピカソのように極端に歪曲するのを好まない、本能を持っていたというわけですね。まあピカソという人はですねもう本当にですね見たありのままを描くんじゃなくて自分の思いをですね、捉えて描いたねピカソの絵っていうのはね、そうじゃないんだと。ピカソはキュービズムの、開始にあたって20世紀は実在は、外部にはなくて画家自身の内部に存在するのだという意味のことを述べたが、まあいわゆるきちんとねもうありのままをねスケッチするんじゃないんだとね、自分の内側を描くんだというふうなことがピカソの理論だとするとですね、西脇さんはいいですか、実在は自然のうちにのみ存在すると信じ続けた。
まあいわゆるこのね西脇潤三郎という人は面白い人でね、詩の理論はですね、まあ超自然主義とか超現実主義っていうことを言うんですね。でもう詩の理論はもう非常にこのね、まあシュルレアリズムという非常にこう先端的なですね、芸術理論をね、捉えているんですが、絵についてはですねそうではないということをここでは言ってますね。超自然主義であった西脇潤三郎はその絵画においては常に素朴な印象主義者であり、ね、自然主義者ですらあったという、ね、まあ、いわゆる印象主義、ね、まあ、印象派なんかね、ゴッホとかね、セザンヌとかね、まあそういうマチスとかね、そういうなんていうんですかね、もう見た印象、インパクト、ね、その印象をこう重視するというふうなやり方でありましたね。ですからまあ詩の理論の方が先行していて、絵は少し遅れているんだということをねここでは言っていますね。まあこれがね、まあ、こういうふうな絵にこうね、現れているわけですね。でまあピカソと近代芸術っていう西脇潤三郎自身が描いたものの中でね、まあその絵というのは一体どういう位置づけにあるかというと、抽象芸術というのは単に描くということに過ぎなく芸術でない、ね、抽象芸術というのは芸術じゃないんだとこういうわけです。で芸術は何者か実在したものから始められるべきであるとね。やっぱり芸術というのはやっぱりちゃんと実在というものを大事にしなきゃいけないね、単なる空想を描くとかですね、夢の世界を描くんじゃなくて、やっぱりあるものをきちんとこのね見てね、描かれるべきだというわけですね。けれども後から芸術は現実的な痕跡を全部拭い去ってもよいのだね。しかしもう別に見たものをですね印象的に捉えてもそれはいいし、それを歪曲してもいいんですよね。拭い去ってもよいのだね。それはその思念と情念とは決して絵から拭い去ることはできない。いいですか？ここのところ大事ですね。そうした思念と情念こそ絵の生命的要素である。ね、だから、そこから自然から受けた印象やですね、インパクトやですね、思いですね、そういうふうなものがですね大事なんだと、それは絶対ですね絵の中でどう歪曲しても、消せないものだということをですねここでは言ってますね。ですから、まあそのままスケッチしなくてもいいわけ、多少歪んでいてもいいんですが、歪曲していてもいいんですが、しかしその時に受けた情念は、またはその時に持っていた自分の情念というものはですね、そこに現れてくる、必ず残って、それがまあ命の要素、ね、生命的な要素になって、まあ芸術としてね残るんだと。自然を外面的にも、外面的に模倣するのではないが、自然から受けた思念と情念という印象を突き止めることが大切であると。このやっぱり思念情念というね、まあこういうもの、まあこのだから西脇さんってね、まあ、芸術において最も大事なのはこの情念みたいな、人間の情念みたいなもんだね、それから思いの強さみたいなもんだと、こういうふうにですね言うわけですね。それをまあピカソなんかを例にとってですね、説明していますね。まあ西脇の芸術理論ですね。まあ西脇さんはね、そのまあ、詩人西脇潤三郎なんですけども、しかし、かなり後年までですね絵にこだわって絵を描きながら、まあいわゆる絵画的な詩をですねまあたくさん描いてますね。まあこの原点はどこかというと中学時代ですね。この中学時代に遡ることができまして、まあこの明治44年ね、潤三郎17歳ね、お父さんが亡くなっちゃうんです、ここでね。小千谷銀行の
頭取だったお父さんがですね亡くなりまして、結局ですね、まあそのこともおそらくあったでしょうけどね、もう洋画を学ぶために本当はフランスへね留学したかった、しかしそういう思いをですねもう断念せざれない、ねね、でついにこの画家志望を断念しますね。これ若いですよね、17歳ね、17歳の時にもうすでに純三郎中学を出てですね、どうしよう、これからどうしようっていう時にね、もう一時期はね、まあ藤島武二のね、画塾へ行ってそこでいろいろ勉強したんだけども、しかし結局ですねもうそのままやっぱりねお父さん亡くなっちゃって、ずっと続けるわけにはいけない、まあしかしもちろん純三郎をね援助するという人はあったわけですけどね、おじさんとかね、まあいろんな人がまあ援助してくれるんだけども、しかしやはりね、ちょっとね、きちんとこのね現実を見なきゃいけないということになりましてね、まあ純三郎はね、まあ結局大学へ、進学する、それもね、まあ今でいう経済ですか、を勉強する、ね、いわゆる商売の、勉強にね、大学へ、行くというふうなことにですねなるわけでありますね。今日はまあ西脇純三郎と、絵画というねお話をね、しましたけども、これはまあ西脇純三郎の、中学時代、そして中学を卒業して一時期もう本格的にねプロの画家となろうとして勉強した時代があったということですね。これは後の純三郎のですね、詩人としてのね、まあ生き方にもかなり影響を及ぼしてまして、なぜかっていうとね、西脇さんという人はね、詩というのはですね、頭の中に描かれた絵だって言ってるんですね。面白いですね、普通そういうふうに言いませんよね。詩というのはですね頭の中にね、頭の中のカンバスに描かれた絵ね、これが詩なんだと、こういうふうに言うわけですね。まあ今で言うイメージっていうやつですね、今で言えば頭の中のイメージが詩なんだっていうんだけど、頭の中のカンバスに描かれた絵が詩であるというふうな言い方するんですよね。これはねやはり純三郎の詩が絵画と非常にこのつながっているというふうなことをね、表していると思います、ね、はい、今日はここまでです。